今回のビジネスフラッシュは銀座健康クラブが実践する PNF トレーニングを宮沢ミシェルが体験。さらに塗装職人から22歳で独立した青年社長が登場。過去の苦労話や塗装への熱き思いにミシェルも思わず、いや今の若者に聞いてほしいな。お見逃しなく。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。わりわり元気です。はい、元気です。いつもファイティングポン。あのお二人はやっぱりこう見られるお仕事もしてるので、はい、一緒ですよね。一緒ですよね。私もそうですけど、はい、体作りってやっぱり大事かなって思ったりするんですけども。いや健康な体欲しいですね今ね、はい、いろいろ小石残ってますけども。そうなんですね。でも理想的な体ってどんなものをイメージしてます？あ、僕の、はい、僕はもうスラッとしてこう、あ、いいですね。だいぶ説明が長くなりましたけど、ね、綾乃ちゃんはどうですか？そうですね、やっぱり、まあ、引き締まった体ですよね。やっぱりこうシュッとこうしてる女性らしい筋肉のつき方が。腹筋やってるとかでしたもんね。あ、そうです。でも最近ちょっとサボり気味なので、ちょっと、はい、モチベーション上がる企業さんご紹介していただければなと思うのですが、はい、今回まずご紹介するのは、心身ともに健康な体を作るには運動、栄養、休養のバランスが最も重要と考えています、こちらの企業様です。現在、日本の平均寿命は男性が約80歳、女性が約86歳。少子高齢化に伴い、定年後も働き続ける人が多数存在する。そんな中、長生きはもちろん、老後も健康で元気な体を維持することを目標に掲げ、無理なく長期にわたり行えるトレーニングを推奨する男たちがここにいる。株式会社銀座健康クラブ代表取締役千葉久信、取締役トレーナー山本康之。銀座健康クラブではトレーナーと利用者がマンツーマンでトレーニングを行うことで、年齢や生活習慣、健康状態を把握し、それぞれに適した無理のないトレーニングを実践させることで、高齢者になっても元気に働き続けられる体づくりを可能にしているのだ。始めたきっかけって、始めたきっかけはですね、私あの実はもう一つ本業がございまして、はい、建築屋さんやってるんですね。はい、あの株式会社住宅王という、まあ、大それた名前でやってるんです。株式会社住宅王。住宅王。王様の王。今日はそちらで来られたんじゃなくて銀座クラブさんの方で来られてる。来てます。はい、で、あのよくこう新聞なんか出てるんですけど、職人不足って出てるじゃないですか。で、我々ちょっと働き手が実は団塊世代の人たちが主力でございまして、はい、皆さんどんどんこう退職していくんですね。はい、あ、そう。時代の流れでね。そう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 。はい、で、ちょっと長く働いてもらわないと、はい、とてもじゃないけど大変なんで、はい、だからあのみんな70歳75歳まで働いてくださいよと、ついては体鍛えてくださいよって言ったら、うん、いや社長そんなんね言われたってなかなかねジムなんか行きませんよって、うん、行ったって何していいか分かんないし、じゃあもうマンツーマンでやれるとこも作るしかないなと思いまして、それがもともときっかけでございます。なるほど、はい、そこから来てるんですね。そういう発想なんですか。はい、でだからまあそしたらまあ我々こう年金問題もいろいろあるじゃないですか、はい、実際じゃあ支給受給どれいつからね年金もらえるのかっていう、はい、だからまあお国のためにはやっぱり長くあの働いて健康でね、そう健康 で、うん、で長く働いてできるだけ年金もらわないでしょうということをちょっと考えましてね、はあ、それでこのもう結局どんどんみんな長く働けるように、はい、あのこのジムを創設したわけです、はい、でもこう数あるなんて言うんでしょう、はい、スポーツクラブの中で、うん、マンツーマンにこだわったっていうのはで自分であのいろんなこう大多数がこうバーッと入ってあのプールとかいっぱいついててですね、はい、いっぱいマシンがダーンと並んでる大きなスポーツジムあるじゃないですか、はい、ありますねクラブね、行って何していいか分かんないんですよ、
あで自分一人だったら心が弱いんで、あすぐもう三日坊主になっちゃうんですね。で、ま、眺めるだけになっちゃう。そうそうそう。みんなすごいなってこう眺める。ほんで一部あのすごい人たちがなんかなんつうダンベルとかこうベンチプレスのところで偉いやってるんですね。でそれをこうじーっと眺めててでこれダメだと。でマンツーマンだったらその人その人に合ったあのものをご提供できると、サービスを提供できるというのが一点ありまして、それとあとはその人の体調とか、そんなものを変化を見ながらちゃんとサポートをトレーナーがしてくれるので、これはもう大きく違いますよね、はい、まあそうだな、その日の自分の体調も伝えられるしね、メニューが決まってるからやらなきゃいけないんだっていうだけでもないし、こういうふうに見て今日はちょっと化粧の乗り方なんかありますよね、そういうね、そうそうそうね、そういうなんかコンディションがありますもんね。そうそう、センバはじめトレーナーの方たちは皆スポーツ経験者に見えるが、運動が苦手な人の指導やサポートが本当にできるのだろうか。実はね、いや私はずっと吹奏楽部でございまして、全部ガッとガッチリしてる吹奏楽部、バリバリの文化系でございます。あ、そうですか、はい、だから運動弱者でございます。どう見てもこれ張り見たら体型、はい、体型だよね。これはジムで鍛えてもらってこうなって、そうでしょうね、はい、ポーンとジャンプしそうだもんね、はいはい、もうだからもう全然ダメだったんです僕は。あ、はい、最初自らね、もう自分が変わったのを見せられるっていう、そうですね、で元気になりましてね、本当、まあ、ちょっと話脱線しますけど、はい、まあ、朝からね4時半ぐらいに起きるんですよね、はい、で車乗って現場回って足場もバーッと登ってですね、はい、建築会社ですから、そうですね、もう鬱陶しい社長ですよね。現場監督より先に現場チェックしてるんですけど、ね、早いね社員は迷惑ですよ本当本当だよね、まあ本当スポーツジムやった分の副産物としてね、私非常に楽しておりますね、体が楽になりました。あ、そうですか、ね、鍛えて、うん、山本さんはちなみにどんなスポーツされてたんですか。うん、あ、私はね、スポーツじゃなくてね魚釣りなんですよ。だから僕も運動弱者だったんです。釣りでね、普通にカワハギとか釣ってたおじさんですけど、ね、いいですね、はい、どちらかといえばタイミングだみたいな、そうそうそう、ほんでこうさばいて酒飲んでって、あそういう毎日送ってた人なんですよ。へえ。ここである疑問が。年を取ると痩せにくい体になる、筋肉がつきにくくなるなどよく耳にするが、そのあたりを2人に伺ってみると、体脂肪率うちに一番最初来ていただいた時 28% ぐらい。28です。男性で 28% は結構ありますよね。ありますね。顔もこんなんでしたね。あ、はい、すごい写真あれ私です、はい、この変わりようがビフォーアフターみたいなのね、はい、お顔のこシルエット全然違いますね、はい、そうですね、考えるね、やっぱり選抜と出会わなかったらこのままですね。もしかしたらもうこの世にないかもしれない精神病でうち来てゼロからで鍛えてもらって、はい、で1年で 今何パーでしたっけ。今11%ですね。11%ですね、はい、今トレーナーになっちゃったみたいな。そうですね、はい、ですよね。やっぱり自分が受けてすごく体に本当に良くなって気持ちよくなったもんですから、これをやっぱ弱者の皆さんにお返ししたいという気持ちがあって、それで一生懸命今俺でもまだ勉強中です、はい、山本さん先ほど1年かけて体脂肪率を落とされたってお話だったんですけど、はい、今こうよく耳にするのは短期間で集中して痩せようとか多いと思うんですけど、うんうん、基本的に1ヶ月で落としていい体脂肪、体重ですね、まあ、これだいたいその人の体重の 3% から 5% これが目いっぱいですね、うん、でないとリバウンドしやすくなったりとか、70キロで2キロか、ええ、まあそういうことがよく言われてます。だから我々基本的に長く働けるように、うん、長く健康でいられるように、まあ、当然かっこよくするのも当然あるんですけど、そういうもともとの理念を掲げてますので、無茶なその体脂肪の落とし方とか体重の落とし方っていうのは推奨しておりません、はい、スポーツでさ、レスリングだとかボクシングだとか、あれはもう職業として、そうですね、最後に体力落とさないようにして最後にガーンとやる、あれはもうきつそうですもんね。きついですね。
あれはまあ一般人がするもんじゃありませんから、うん、きちんと適度にやれば長く働ける体が作れるってことですよね。そういうことですよね。でも1年間で体脂肪率それだけ変わりますからね。すごいです。心身ともに健康に明るくなったりとかっていうのもあると思うんですけど、はい、頭のトレーニングっていうのもされてるって話を聞いたんですが、当社PNF っていうトレーニングを取り入れてまして、うん、やっぱりなんぼ体元気でもここがボケちゃいけないんでですね、うん、そこね、そこをやっぱりこう若いうちからどんどんこう脳に伝わる伝達神経を鍛えようということで、そういった PNF っていうトレーニングを当社は取り入れてます。どういったものなんですか？それは論より証拠で、はい、まあ、一度ちょっとご説明というか体験を体験していただいた方が、させて、はい、今日この場でよろしければさせていただければ、はい、お願いします、はい。ここで宮澤ミシェルが PNF トレーニングを実際に体験。ではエグゼクティブトレーナーの内藤隆さんです、うん、はい、よろしくお願いします。早速 PNF、 はい、はい、お願いします、はい。それではですね、今日は腰の、うん、回すやつをですねやっていきたいと思います、はい。まずこう肘をですねこう合わせて腕を組んでいただいてですね、こういう感じですか、はい、あ、これ懐かしいな、はい、で無理のない範囲でですね、はいはい、斜め後ろですね、こうぐーっとですね、後ろ側を見ていただいて、まだ大丈夫ですかこの辺は、はい、はい。通常だとこのストレッチで終わってしまうんですけども、はい、今日はですね自分がこう抵抗をかけさせていただきます。抵抗をかけますので、これをぐーっとですね逆らうようにですねこう回していきましょう。6秒間かけてですねいきます。今どれぐらい回るかですね覚えておいていただいてですね、はい、いきましょう。ではいきます、せーの、1、2、3、4、5、6。では1回力抜きましょう。でもう1回いきます、はい。少しですね、こう回りやすくなってきます。あ、本当だ、ね、はい。で呼吸ですね、息を吐きながらですね、ゆっくりと6秒間出しましょう、はい、せーの、1、2、3。ミシェルさんが見える面積が広くなりました。そうですね、はい、もう1回ですね、笑顔でね、ほらほら、後ろ見ちゃった。本当だ、いきます、せーの、最後1回いきましょう、1、少し強めにいきましょう、3、4、5、6。早くですね、リラックスです。はじめ見えた景色といかがですかね、変わって、もう全然違うよね、抵抗だからね、全然見えます、ミシェルさん、遅れちゃう。こっちがまた逆が回らなかったりするから、あ、全然回らねっていうね、こういうトレーニングがあるね、はい。これが頭とどういう関係があるんですか？はい、やはりこうやって筋肉をですねこう動かすことによって、うん、その脳と神経のですねやっぱり行き来がすごく良くなるんですね、はい。マンツーマンがやっぱりいいね。そうですね。内藤さんにお伺いしたいんですけども、はい、今の PNF のメリットってどんなところですか？はい、そうですね、はい、やはりお客様お一人お一人で、うん、動かしやすい場所とかですね動かしづらい場所が変わったり、あとは筋力が違ってたりしますので、うん、トレーナーがですね、本当に細かな負荷の調整をできるので、まあ、通常のマシンでいろいろやるよりもですね細かく、そのお客様に合わせた負荷ができるというところですね、うんうん。まあ、それによってやはり生活の中で体が動かしやすくなったりだとか、あとは筋力が出しやすくなったりとかですね、そういったことが可能になります、はい。お年寄り73歳の、ね、方までおられるっていう、その体の動かし方を忘れないっていうことが大事ですもん ね、 あれ本当忘れるんだ、はい、ね、歩き方とかさ、一、はい、回リハビリで大きな怪我しててリハビリが上がってくると、はい、あ、どうやって歩いてたかなみたいなこと本当なるのよ、はい、確かに。うちの袋もそうだけどね。千葉さんにお伺いしたいんですけども、はい、今後の目標って何ですか？今後の目標は、まあ、一人でも多くの人が75歳までしっかり働けるように、うん、そういった会員数を増やしていきたいと思います、うん、はい。そうだ、もうこういう時代だから、長生きっていうのは日本はすごく有名な国になったよね、長生き。でもそこでやっぱり元気じゃないとね。そうですよね、元気で75歳まで働きましょうと、はい、そのお手伝いを私どもさせていただきたいと思ってます。そうですね、病院にずっといるよりやっぱり健康な体でいた方が楽しいこともありますもんね。自分の足でね、一生歩ける自分の足でっていうことですね。そうですよね、より早くでも始めた方がいいですね、はい、そうですね。最後になりますが、はい、千葉さんの格言をお伺いして、格言、はい、お別れとしたいと思うんですが、はい、じゃあみんなで体鍛えて、それでいいクソジジイクソババアになりましょう、はい、素敵です。本当に、はい、第一候補にしていただきたいから、今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、
スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。22歳で勤めていた会社が突然倒産、さらに自分には可愛がっていた部下がたくさんいる、さああなたならどうする？ある塗装職人は同じ境遇になった際、自ら会社を立ち上げ社長となり、部下を社員として引き入れた。そんな人生最大の窮地から会社を県内有数の塗装会社に成長させた男がここにいる。株式会社ユーマペイント代表取締役佐々木拓郎。佐々木が代表を務めるユーマペイントは、住宅などの塗装業務に加え、リフォームや太陽光発電システムの設置工事など、人々の暮らしを支える仕事を幅広く行っている。今年で会社設立8年目を迎える佐々木に、これまでの歩み、塗装への熱き思いを聞いた。もともとこういう業界に興味があったんですか？はい、家がですね、祖父の代から、おじ、父親に至るまでずっと大工をやってまして、で建築一家なんですよね。で、何も物心ついた頃から違和感もなくですね、家の中の社会が大工なもので、はい、大工以外のこうあんまり世界って見えてないんでですね、なので僕も何も難しく考えずに大工になるもんだと思ってたんですけども、大工さんって技術だけじゃなくて結構頭使うんですよ。いや使うと思いますよ、使っていくわけですからね。はい、なんで僕頭作りがちょっと優秀なんでですね、大工さんにはどうもなれなそうだなとそういうふうに思いまして。若い時に感じてたんですか？感じました。どうやってはめ込んでどっから作っていってみたいな、やっぱプランですもんね。設計図読めなきゃいけないとか。そうなんですよ。本当は大工になりたいなっていう思いもあったんですけども、中学卒業した先輩たち、お世話になった先輩たちがですね、塗装の業界に入ってる先人がたくさんいたので、何の違和感もなくですね、同じ建築業界だと思って塗装の業界に入っていたというような経緯があってですね。で、やっぱり好きな仕事に就きたいなって、皆さん思って努力されてると思うんですけども、僕の経緯はお世話になっている人たちがそういう業界にいたからっていう経緯で入ってきてますので、好きな仕事に就いたっていうよりも、就いた仕事を好きになったっていうところの方が強いですかね。やってみてありますよね、そういうのね。そうですね、あると思うな。それが大半じゃないですか。やってみて好きにならないと続かないし、はい、そういうふうに思うようにしてやってこられたんでしょうね、多分ね。脳みその作りも単純なのかもしれないですね。いや今はでも意外とお客様と接したり、はい、そういう関係者と接することが生きがいにやっぱりなるもんですか？もう本当にこの仕事が、僕もですね、この仕事が好きで入ったっていうふうに、スタッフたちにも話してるぐらい、忘れてましたね。自分のルーツときっかけを思い出すと、あ、別にもともと塗装屋を憧れてたっていうことじゃなかったのにっていう、本当は大工になりたかったはずなのにと思いながらですね、でもそのぐらい今の仕事本気になっていくうちに、この仕事が好きで、この仕事は楽しいっていうことを思ってやってるんだっていうことを話してるんでですね、忘れてました。いや、今の若者に聞いてほしいな。そのみんなが同じ道へ進むんじゃなくて、こういう道も、やってみたい後の発見もあるし、どんどんそういう風になってほしいですよね。そうですね、やっぱり目の前にあることを一生懸命取り組むと、いろんな成果もにつながっていろんな成長もできてですね、そんな経験が楽しいなってどんなことでも思えると、やっぱり人生ってこう楽しくなってくるっていうか、そう思いますね。こういう知識ってあれだ、認識って間違いなのかな、その痛まないようにするっていうのも
塗装だったりしますよね。そうですね。やっぱりそういう塗装も綺麗に見せるっていうのもそうだけども、はい、傷まないようにってありますよね。はい、あのこれ建物を塗装していくっていうこの守るっていう役割の中には、工法だけじゃなくて、塗料のことであったり、そうだよな、なるほど、組み合わせがあったりですね、うん、あとはもう一つはやっぱ建物の構造ですね、うんうん、僕は大工になれなかったんですけども、なれなかったもんでですね、一生懸命構造を勉強してるんですよね。だからそういうのがあるんだよね。なので大工さんが作ってた組み立ての順番をやはり考えてですね、まあ、その順番と逆にですね、今度は守っていくっていう流れを作っていかないと、どうしても雨水が侵入したり、まあ、いろんな不具合が出てきますので、塗装だけできればいいっていうことでもやっぱりないのでですね、この辺が僕らの仕事の深さというか、あ、まあ、大変さでもありますね。でも人生って不思議だね。出会うことでその大工をがみんなお家の中は大工だ、大垣さんだったんだけども、自分がこう塗装に行って、はい、でも逆その環境が生きてくるわけですもんね、逆にね。そうですね。逆にもう塗装やってよかったんだよ、その家計的には多分。僕も、今になってですね、そう思ってます。不思議だね。だからその時逆境だとか自分の挫折で、なんだ俺はと思ってたものが今度逆に生きるって、皆さんもありますよねつって。でも本当ですね。実際お客様の反応っていかがですか？うん、はい、ですね、お客様に関してはもうこれ会社の役割の中で、僕ら建物を守る係だっていうふうにもうルールとして決めてるので、お客様にも守るということを前提にですね、まあ、ご説明させていただくんですね。そうすると僕らプロじゃなくてはいけないので、プロ店さんの前でこんなこと言うのもなんで、ないよないよ、やっぱりミスが許されない世界っていうふうに、はい、やっぱりプロは定義していかなきゃいけないと思うので、お客様にですね、お客様の気づかないことを気づかせてあげるっていうことをずっとやっていかなきゃいけないので、うん、お客さん結構最初はびっくりされるんですね。何に対して、うん、いや他の会社はそんなこと言ってなかったとかですね、うん、あとはそんなややこしいことしなきゃいけないのっていう、なんか大変そうだね、うん、いや大変なんですよと。あ、なるほど。お家が大変なんじゃなくて、やんなきゃいけない範囲ってこのぐらい大変なことなんだよってことをやっぱり真剣にご理解いただかないと、うん、なんだか分かんないけど綺麗になったって言ってお客さん一旦喜んでくれちゃうんでですね、うん、そういう部分では大変ですけど、お客さんに理解していただいた時の、うん、役割っていうのはすごく大きくてですね、うん、ありがとうっていうその感謝をしていただくっていう行為に、やっぱりその姿を見て僕らが感謝できるっていう、うん、関係がですね、この仕事はもう本当に面白いですね。人と人の間が愛されそうだもん。そうですね。バッてじゃあ飲むとこ行くじゃん、食事するとこに、はいはい、飲むぞっつって、はい、こういう風になっちゃうもん。ありがとうございます。こっちが絶対お勘定払うよ。あ、いいからいいからってよ。それがなんかすげえ成長していくのが見てるのがすごい嬉しいっていうか、僕の方が全然知らないことがね、知らないだらけだよ、専門家だから。だけど立場的にはなんか兄貴になっちゃってさ、こっちがさ、ありがとうございます。絶対これ、お客さん気をつけてくださいよ。上手だよ、かわいいもんだってな。ユーマペイントでは地域貢献の一環として年に2回夏と正月の時期に会社を挙げてイベントを行っている。なんと参加費は全て無料というのだから驚きだ。さらに佐々木は闘魂ペインターズという全国の塗装職人が集うボランティア団体に所属している。社会貢献の一環として全国各地の介護施設や学校などの建物を全て無料で塗装作業を行っているのだ。やっぱり僕はボランティアです、まあ、普段の仕事でもそうなんですけども、うん、感謝、形がきれいになって、建物が守られて残るんでですね、うん、すごく感謝していただくんですけども、感謝していただけるやっぱり環境をいただくことにやっぱ僕ら感謝していかなきゃいけないってこと、うんうん、でもその感謝していただけることに感謝できると、単純にですね、楽しくてしょうがないんですね。まあ、ありがとうって言われれば誰でも気持ちいいんですけど、ありがとうって言っていただいたことに僕らもまた、いや、この環境を作ってくれてありがとうございますと思えてるとですね、仕事ってすごくこう楽しくて、まあ、その一番はやっぱボランティアは
もう難しいこと考えなくていいので、はい、その役割を果たすためにですね、どうやったら守れるか、どうやったら綺麗になるかっていうことだけを、お金のこと何も考えずにやれるんで、その日だけはですね、昔の職人の時代に戻れるという。ああ、そうか、はい、これはもう本当にただただ楽しい。そういう気持ちで、そうか、ボランティアに、人々が入っていくわけだね。多分もう無心でそういうふうにできて、人をとにかく救いたいっていうのはさ、人のためになりたいっていうのは自然の感情であるもんね。で、今言われた経営のことを考えたり何したりすると、こっち選んでもらった方がいいんだっていうのも実際にその選択肢で出てくるだろうし、でもそれはビジネスだから、それ以上のものを提供していただくわけだからな、報酬を。報酬関係なくなってくるとですね、一緒に今参加するスタッフたちの動きも変わってきてですね、普段なんやかんやって会社で言ってることもですね、なく、やっぱり写真を見ると分かるんですけども、純粋に笑顔なんですよね。参加してるメンバーたちも純粋に笑顔なんで、お前こんな顔できるんだってスタッフもいたりですね、それだったら普段からしろよとお客様がいいってもうしろと、会社の中に帰ってきてもしなさいと。さらなる今後っていうのはどんな風に考えてますか？はい、ありがとうございます。僕らちのやっぱり役割としてですね、この業界が持つ役割で、リフォームの業界は日本の一部を守る係だというふうに、やはり多くの業界のメンバーたちにですね、認識していただいて、その中で、守るためにはどういう役割ができるかということを業界としてももっと膨らましてですね、強くしていきたいなという思いとですね、で、会社自体はですね、地域の問題解決やはり一番できる、し続けることができる会社にしなくてはいけないのでですね、この範囲がもっともっと別の地域で広がっていけるように努力していきたいなというふうに思います。企業のますますのご発展と、あと若者にさ、はい、自分の生い立ちみたいなところを喋っていただいたら僕は嬉しいなと。僕もそういうことしてるんですけど、そういう活動もぜひ今後とも期待しますので、ありがとうございます。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。女性が起業することを後押しするバックボーンが全て整い、本当に本人のやる気さえあれば起業し成功することが可能な時代なのです。さらに現在では男性にはない女性ならではの成功の秘訣が数多く存在し、女性は男性の数倍成功しやすいのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、なぜ女性企業は男の10倍成功するのか、普通の女子が短期間で儲ける8ステップ。この本を書いたのは日本女性ビジネスブランディング協会の後藤隼人さん。女性の起業から成功するまでのポイントを8つの段階に分け、分かりやすく紹介。これから起業を考えているあなたにはぴったりの一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。